政府はですね、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う感染経済、緊急経済対策についてですね、全国民を対象に、特別定額給付金、要は一律で、10万円を支給するという、そういった、事業費ですね。合わせて12兆8800、3億円も盛り込んだ上での、5月1日まで成立を目指すと。まだ決まってないんですけどね、それはね。ほぼほぼ確定だというところでございます。はい。ちょっとね、いろいろね、基準とかいろいろあるみたいなんですけど、10万円の一律給付は、濃厚だというところでございます。はい。で、まず第1位ですね。給付の対象は誰かというところです。今のところですね、4月27日の時点では、住民基本台帳というところに、記載されていれば全ての国民。で、あとは国籍も問わずでございます。はい。皆様。あまり騒がないようにしてください。国籍は問わずですね、3ヶ月を超える在留資格を持っている人に対しては、住民票を届け出ている外国人も対象になるというところでございます。はい。総務省によると、海外に移住したとしてでもですよ。ちょっとこれも問題なんですけど、海外に移住したとしてでも、住民基本台帳が記載されている場合は対象となると。つまり日本にいなくても、外国の方に行ってしまった時に、基本台帳が日本にあれば、10万円渡しちゃうよ、みたいな。大盤振る舞いでございますね。はい。一応その給付対象というのはそういった方が、対象となります。で、どうすれば、受け取ることができるのか、ね、皆さん気になりますよね、これね。これはね、住民基本台帳をもとにということなので、市区町村の、世帯全員の、氏名が書かれた申請書をですね、登録住所に郵送 しますね。で、世帯主代理に、あとは、その金融機関の口座番号などを記載して、で、あと運転免許証を写しなどの本人確認書類を添付して返送するとですね、漏れなく、世帯分の、給付金が口座に振り込まれるというシステムになっております。で、マイナンバーを持っている方、マイナンバーカードですね、そちらのカードを持っている方は、オンラインで振り込み、先を口座入力することができますので、口座の確認書類をアップロードなどすれば、同様に振り込まれるということでございます。で、あと肝心なね、これいつ受け取れるのかというところでございますね。はい。申請の受付と、給付のね、時期は各、市町村が決定でございます。つまり例えば何々市は今日給付しますみたいな。でもカードリーダーが高いんでしょ。カードリーダーは高いと思いますね。金持ちがね、簡単にいけるっていうシステムだと思います。ちょっとデメリットはあるかもしれませんね、それはね。それはと、確かに、おっしゃる通りですね。カードリーダー自体は、お高いっていうのはありますね、きっと。で、そちらのね、市町村なんですけど、やっぱり、一斉にね、今日はこの日に給付みたいな感じでできないみたいなので、そこら辺は各市町村にお任せします。準備が整った時点で、給付の方を随時していきますというところでございます。はい。で、申請期限自体はですね、郵送での、申請受付開始から3ヶ月以内。はい、3ヶ月以内でございます、皆さん。これ10万円を受け取っちゃおうかな、みたいな、ことを考えている方、これちょっとね、うまくいかないと。その作成はうまくいかないというところになりますね。やっぱ3ヶ月以内っていうところはちょっと、ミソでございますね。とりあえず申請は早めにした方がいいという、ことですかね。ちょっと いつ受け取れるかっていうところなんですけど、申請期間は3ヶ月以内とされていると、そこまでね、ちょっとお話しさせていただいたんですけども、一応4月の20日の記者会見では、人口規模が小さい自治体では、5月から給付が開始できるという見通しが、示されたということなので、自治体はですね、ちょっと小さい自治体の場合はすぐ処理ができるから、
受け取りがすぐできるという形になっております。あの人口規模が、ね、小さい自治体ではもう5月から給付が開始できるという見通しが、まあ、示されております。はい、なので、まあ、あの小さいあの自治体から給付が始まってくるということらしいですね。どうしてもやはり、すごく大きなあの都市になってくると、人数処理する人数もものすごくあのかかるのに時間がね、なのでやっぱりちょっと難しい部分はあるみたいですね。もうすごく人が少ないところであれば処理自体は問題なくできるみたいなんですが、まあ、大都市ですよね。まあ、例えば何々区とかね、何々区ってなってくるとやっぱり 人がいっぱいいますので、ね、まあ、そこだけちょっと処理がかかってしまうのでお時間を要するということでございます。はい。第4ですね、次。はい、第4。ね、あの、受け取りたくない場合の手続きっていうのはあるんですよね、実は。はい。これはね、いるのかどうなのか正直わかりませんが、まあ、申請書のですね、指名欄の横にですね、希望しないというのをチェック欄があるみたいです。はい。なので、その世帯員ごとに、受け取りの可否を決められるというものになります。はい。で、まあ、世帯全体が、まあ、受け取りを必要としなければ申請手続きをしなくてもいいと。なので受け取りたくない人はもう何も、アクションを取らなくていいよっていうことらしいで、らしいみたいですね。はい。なんで、申請手続きをしない方の場合にはそのまま、受け取りを拒否したということになるということですね。まあ、一方で、給付金額を1人8万円や9万円などで減額するっていうことはちょっと難しいです。例えば、まあ、10万円給付のように、今回ちょっと5万円だけで私いいんですけどっていう形の、手続きは取れないので、まあ、10万円もらえるかもらわないかという形ですね。もしですね、まあ、この中で、放送を見ている中でですね、拒否される方、何も書かなくていいんですけど、もし拒否されるならば、ちょっとなんか振り込んで、私の口座にちょっと、振り込んで、まあ、個人的に何かあのアクセスあればですね、ぜひとも給付金お待ちしております。はい、次ですね。続いて第5。はい。基準銀行でなくなった場合、受け取れるかどうかっていうことですね。まあ、基準日であるっていう、基準日である今の時点で、例えば、まあ、4月27日の時点ですね、住民基本台帳に登録されていれば、まあ、支給対象となると。あ、例えばというかね、支給対象になるということになりますので、まあ、同日以降、死亡した人も、対象となるということでございます。なので、基準日の直前に亡くなった人の場合でも、基準日以降に生まれた人については、対象とならないということになるんですね。はい、つまり、まあ、27日ですので、今日亡くなってしまった場合は、給付金は取れないと。で、27日の時に、事前に、住民基本台帳に乗って登録されていれば、お金がもらえるということになりますので、まあ、ここで、あ、これね、給付金です。あ、おはようございます。給付金についてですね、お話をさせていただいております。はい。まあ、ちょっとね、いろいろあるんですけどね、その、やり方自体はね。まあ、一概にはちょっと言えないんですけど、まあ、そういうことらしいでございます。で、あと、口座ですね。口座がない場合受け取れるかどうかっていう。まあ、先ほど、まあ、振り込み式という形でね、お伝えさせていただいたんですけど、まあ、総務省によると窓口で受け渡しを行うなど、個別対応していくという方針でございます。なので、まあ、海外の金融機関だったりとか、指定口座には入金できない場合の、の対応になる可能性があるので、まあ、一応ですね、口座がない方でもお金の振り込み、お金の受け取りはできるということですね。はい。で、次、第7ですね。給付された10万円、課税対象になるのか。まあ、これは気になりますよね。10万円をもらって、まあ、ある意味所得ですからね、これはお金がかかるのかっていうところですが、まあ、これまではですね、まあ、今の時点で、20日の記者会見では、これまでの給付金などと同様にですね、所得税、個人の、住民税は非課税とする予定となっているみたいです。まあ、あくまで予定ですので、予定は未定でございますので、まだちょっ
ょっとわからないんですけど、おそらくですね、まあ、そこら辺は、風邪対象にはならないということなので、まるまる10万円はいただけるという結果になりますね。はい。あとですね、こう、世帯ごとの寄付を望まない場合という、まあ、人もいるんですよね。まあ、その、ドメスティックバイオレンスっていう、まあ、DV ですよね。まあ、受けていて、まあ、勉強しているとか、あとは、もう、離婚調停をしている状況で、世帯主のその一括振り込みを望まないケース。まあ、つまり、まあ、私のね、まあ、立場だったりすると、今、私がいて、奥さんがいるじゃないですか。で、今、その、別居してますと。でも、世帯ごとに、あの、お金は、もらわなくちゃいけない。で、振り込み口座は、一緒じゃなくちゃいけないのっていうところですよね。これを、半分に分ける。まあ、要は奥さんの口座、で、私の口座。という形で、別々で10万ずつね。そういうのがいたね。そういうのいたんですよ。はい、奥さん。なんで、まあ、ちょっとそれがね、あの、どうなのか、まあ、皆さん気になるところだと思いますが、まあ、原則としてはですね、まあ、上記の、まあ、先ほど言った通りのね、住民基本台帳で、同一世帯であれば、世帯主に給付されてしまうと、っていうところですね。ただですね、あの、DV が原因で別居されているケースについては、申し入れを受ければ、まあ、避難先の自治体で、世帯主と別居を受け入れることも検討しているというところですね。まあ、あくまでちょっと検討の段階なんですが、まあ、そういった考慮も一応考えてますよというね、そういった政府からの答えがあるということでございますね。はい。で、一応ですね、皆さんね、あの、ニコ生の皆さん喜んでください。これちょっといい情報でございますよ。路上生活者についてですね、ホームレス、はい、の方ですね。まあ、あとはネットカフェ何人の方ですね。まあ、住所がない人はどうするのかというところですね、これ。だからホームレスって一応人間ですよね、みたいな。日本に住んでますよね。日本に住んでいて、まあ、そこで、まあ、給付をもらえるのは普通じゃないのって皆さん思いますよね、これね。まあ、これね、総務省はね、ホームレス、あとはそのネットカフェで寝泊まりする人もですね、住民登録がされている市町村で、給付の申請は可能ということですね。はい。つまり家がなくても、大丈夫と。口座がなくても大変だというところで、まあ、そのね、あの、例外というか、まあ、例外ではないんですけど、その、登録を抹消されている場合、うん、まあ、市町村の、まあ、住民登録がね、あの、全く、されてない場合、抹消されている状態で、あの、登録がないというところの場合は、まあ、いずれかの、自治体で再登録すれば給付が可能というところです。なので、基準日の、4月27日以降に再登録を行われた場合も、受給の対象となるということは説明されております。はい、つまり、まあ、ね、私がホームレスだとして、で、そのまんま、市町村の方行って、お金くださいって言ったら、ああ、またちょっと登録されてないですね、抹消されてますね、みたいになった時に、なんですかっていうことになるんですよね。ただそれは再度、登録すれば問題なくもらえるというところでございます。で最後の10ですね。10番目、こちらの10は、受刑者ですね。まああとは反社会勢力は受給対象になるのかと、反社はねどうなのか。まあ、ここら辺はね、総務省としては、まあ、排除する仕組みはないと今のところは言っております。住民基本台帳に記載されているのであれば寄付されているということは指摘されておりますので、まあ、そういったね、まあ、差別みたいなことはね、まあ、私たちはしませんよという、まあ、そういった、お話は出ている。つまりですね、まあ、住民基本台帳に記載されていれば、まあ、お金をもらえるという簡単な話ですね。まとめると。急に住民基本台帳に記載されていれば、あなたはもらえる権利ありますよと。まあ、外国に行ってしまったとしてでも、ね、どんな犬や猫だとしてでも、基本台帳に登録されていれば、お金を10万円もらえるという仕組みでございますので、まあ、それをね、3ヶ月以内にね、行わなくてはいけないというところです。あと市町村は全く別々で行わなくちゃいけませんので、まあ、小さい自治体の方から給付が始まっていきますので、まあ、今すぐもらえるかもらえないかって言ったら、もらえないに近いのかなと思います。はい。あとはその市町村の能力次第っていうのももちろんありますよね。あ
処理メールっていうのは絶対必要ですから、一人一人ちゃんと間違いなく振り込まれるようにしなくちゃいけないっていうね、まあ、そういった大事なお仕事ですからね。ちょっとピッて間違えちゃったらね、大変なことになっちゃいますんで、メール間違えたら50万ですからね、すごいことになると思いますよね。その辺ね、市町村の方って非常にね、慎重にやらなくてはいけないという、ね、大変な仕事がありますのでね、その辺はちょっとお時間かかるのも仕方ないのかなと、まあ、個人的には思います。はい、ということでですね、以上の10万円給付についての大切な10のことをですね、お伝えさせていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、このような形でですね、日頃のニュース、トレンドニュースですね、皆さんの生活に役に立つような、トレンドニュースをですね、随時配信していきたいと思いますので、ぜひともですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。パチパチありがとうございます。じゃあそしたらですね、今日はこの動画で終了させていただきたいと思いますので、また、お会いしましょう。ありがとうございました。